ねえみんなこれ見て、可愛くない？両手で持ってから飲んでるんだよ。めっちゃ可愛いタピオカ。はあ、あー喜んでる。ちょこちょこ飛ぶのも可愛いですね。たまたまカジマです。今日はまあこんな格好してるけど学校で生活していきます。あ、可愛いお尻見てよ。このお尻プリプリしとるね。プリプリ。でも新作の映画のね情報出てきてましたね。可愛い5人の魔法使い出てきておりましたので、概要欄のリンクからねその映画見に行けるようにしておきますので見に行ってみてください。映画というか動画ですね。ねえタピちゃん、タピちゃん出てくるよね映画ね。え消えた。それでは授業していきましょうか。ペンちゃんがつい眠くなるそうです。タピオカが家庭科室で食べる前に、お、調理実習かな。で青タピで家庭科室でご飯と海苔でおにぎり作るんかな。キノコ、家庭科室の冷蔵庫から。家庭科室が多いね今回。お題っていうか写真をね撮ってほしいんだって。いや、とりあえず家庭科室見に行こうか。誰がいる家庭科室。うんうん、ミニっ子組が多いね。先生誰、実習って書いてあった。先生いないじゃん。え、先生いないんだここ。君とかできそうじゃない。あ、お揃いの服着てる、かわいい。何してんの。特になんもないね。こっちは今んとこなんもないね。お、かわいい。重さを測ってたおにぎりの。なんで。あ、ペンギン寝てね。起きてるね。ペンギン眠くなるんだったっけ。お、お覗いてる、かわいい。何調べてんだろう。キュウリかな。キュウリの組成調べてんのかな。とんかつ火に強そうだけどね。これ結構難しいんだよね。ガス調節ネジとか空気調節ネジ、上と下どっちがどっちだっけってなるよね。忘れた。これ苦手なんよね私。あ、またやってる。それどんくらいあるんだ。 110g。 コンビニのおにぎりは大体 110g ぐらいでいきますよ。ペンちゃんはここ集まっとるね。白クマは、白クマがいないんだ。あ、ペンちゃんまた調べとる。何調べてんだ。やっぱキュウリだよな調べるなら。かわいい。こっちは自習。先生いねえ。あー先生おらんけ食べよる。よしよし。あ、あこれとんかつじゃん。この端っこがとんかつね。手で食べてる。お箸使い切らんのかな。まあちっちゃいからな。後々使えるようになるといいねお箸。あ、白クマここだ。またここも自習じゃん。先生は先生役がいないと学校ごっこできないよみんな。あ、降りた。はい。のそのそ。のそのそ。うむ。何するんだい？うん。あ、なんか作るっぽい。白熊ってこういうの得意だね。何作るんだろう。はい。これ学校の授業でやったことないけど。こんな本格的なことやったことある？何ができるんだろう。トントン、トントン、トン。なんか削れてんのそれちゃんと。結構長いね。あ、後ろでなんかホコリちゃんがしてる。うおー、え、うめえ。自分作ってる。すごいうまいじゃん。おー、召喚。すごい上手。家庭科室に戻ってきました。動いておりません。キタピは、あー動いてないね。おー全員集合してる。すげー全部待ってる。あ、白熊さんまた作ってる。次何作るんだろう。さあどんなの作ってくれるんで、掘っております。パン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 。お猫ちゃんだ、上手。細か。あー喜んでた。満足の出来だそうですね。はい。そして召喚。いくよー、はいポーズってビクってする。早いねこれ。
オートなんだね、このカメラ。はい、授業終わりです。先生がいないからどこも自習だったね。うむうむ、こんな感じで写真撮れました。お、家庭科室で食べる前になんかクリアした。これ上手だね。あとはパパーで撮っちゃった。あれができるね。ガチャだガチャ、ガチャができます。まだ洋風がね全部揃ってないんだよね。で、今活躍したのがトンカツかな。うん、じゃあトンカツに引いてもらおう。あ、誰も来ない。あー、外れた。まだ洋服全部持ってないから全部見たいんだけどね。なかなか引けないね。おにぎりと猫、それ持ってるよ。持ってんだよね。もう一回トンカツ行く？うわ、ダメだ。あ、来た。あー、白熊一人だとな。当たりではないよな。なんだろう。パパーン。持ってるよね、これ。かぶったな。じゃあ今、白熊出てきたので、白熊に火引いてもらおう。でこい、白熊。あれ、誰も来ない。お、来た、ペンちゃん。来た。あと二人、あと二人。来た。全集合。これは当たりでしょう。これは大当たりではないでしょうか。見ていきましょう。洋服来い、洋服来い、洋服着てくれ。洋服着てくださいませ。お、たったらー。白熊のリンゴ帽子。かわいいやつじゃん。他は、じゃあ次ペンちゃんにしてもらおう。来い。来た。あー。ダメかー。そっかー。はい、ててん。ふリンゴ。あー、まさっきのリンゴの帽子にかけてんのかな。白熊さん、ではでは着替えてもらいましょう。ほら、白熊の洋服まだね揃ってないんだよ。こんな感じで、ほら、ちょこちょこあるでしょ。これをゲットしたいんだけどね。で、リンゴ、リンゴ、これ。うわ、なんか裸んぼになった気がする。一応写真撮っとくか。あ、この帽子の被り方好きなんだよな。かわいいよね。うん。では、あとは占い師と終わりにしよっかな。ねえ、白くま。では、占いの館やっていきましょう。最近はね、猫ちゃんが多くてね。お任せいきます。お、白くまだ。今日は白くまの日ですね。お願いします。今日の運勢は結構いいやつを引いたのでね、いい感じになるでしょう。うん。ててん。パカーン。おー、星4つが。暖かいお茶、町の隅っこ。普通。はい。では今回ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ならねー。